皆様こんばんは。こんばんは。8月4日金曜日、日本文化チャンネル桜、沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。キャスターの恵美龍之介と申します。金城テルと申します。よろしくお願いいたします。先生、お久しぶりですね。はい、本当にお久しぶりでございます。今台風5号が接近しておりまして、はい、南西諸島にですね、明日に、奄美大島、そして今度はまた、明後日は、種子島および九州に上陸の予定だということを聞きましてですね、どうぞ皆様くれぐれも台風の備えを万全にされてください。今度の台風は速度が遅い上に非常に強力なものですから、大変細心の注意が必要だと思います。どうぞお気をつけください。これから本日はですね、8月になりまして、はい、これまで我が国は2回大きな事故があったんですけども、それの対応に対して私の分析を申し上げたいと思います。まずその前にヘッドラインですね、ヘッドラインを言うのを忘れました。今日のテーマは1、夜間救難活動の実力、自衛隊 VS 米軍、 JAL 123便墜落事故と緑丸沈没事故の比較と、2、宮古島下地島で講演してきました中国人民解放軍が狙う宮古群島というタイトルで今日はまたご説明したいと思っています。で、3番目に中国海空軍の今後の展開、自衛隊配備の展開、特に航空自衛隊の配備を急ぐべきだと思います。航空自衛隊のですね、迎撃戦闘機部隊の配備を急ぐべきだと私は思いました。で、4番目に宮古島市民と本島住民の総意と、宮古の方々は非常に国防に関しても熱い視線を持っておられました。で、次、最後に新刊紹介と、来週8月15日頃に店頭に出ますので、これを時間があればご説明したいと思っております。まず災害は忘れた頃やってくると、今更過去の暗い話をしてどうするんだという方もいらっしゃるかもしれませんけど、災害はとにかく忘れた頃にやってくる。先立ちがどういったその災害の時にどういった対応したかということを分析し、今後に備えることが大事だと思いますのでですね、今日は2点申し上げたいと思っております。一つは JAL 123便の墜落事故と、その直後に生じた縦割り行政の弊害ですね、日本国内における。で、もう一つは米軍統治下、アメリカ統治下の沖縄において発生した緑丸沈没事故、この時アメリカは統合運用とですね、夜間救難訓練のそのキャリアを実績を生かしてですね、相当なこう救援をしてくれたものですから、これを皆さんに報告したいと思っております。左翼の皆様は米軍機が小学校に落ちて17名亡くなったとか、あるいは事件事故、米兵が起こす事件事故ばかり言うんですけどね、この災害救援に関しては決して口に出さない。これを聞く、これが明るみに出てたらですね、なんでアメリカもいいことしてるじゃんって言われるのが最も怖いわけです。ですから今日はあえてね、詳細説明したいと思っております。まず JAL、 次いきます。これ JAL 123便の墜落事故の関してですね、もう皆さんももうほとんどの方々がお忘れだと思うんですけど、これは JAL 123便、1985年昭和60年8月12日午後6時12分、当初は、午後6時に羽田を離陸する予定だったんですけども、ちょっとこう滑走路が混雑していて12分遅れて午後6時12分に離陸したんですね。で、満席で帰省ラッシュ、満席ですね、お盆で帰省ラッシュだったんですね。乗員も含めて520名が乗っておりました。で、これが羽田離陸を12分後にですね、圧力隔壁が、後部の圧力隔壁が吹っ飛んで、その衝撃で油圧系統を全部破損、尾翼が脱落してるんですね。操縦不能に陥りました。で、航跡が、飛行機の航跡がこうですね、
羽田を飛び立って伊丹に向かう予定だったんですけど、境山や案の定空で操縦不能になったもんですから、ダッチロール現象を起こしてですね、操縦不安定のまま、あの御巣鷹山にの尾根に墜落したんですね。これの処置をめぐる一連の動きをご説明します。まず8月12日この18時12分123便羽田離陸、18時24分緊急事態発生、緊急事態発生ですね。そして午後6時45分36秒羽田コントロールタワーと123便の更新を傍受していた米軍横田基地司令部より支援協力の打診が来ました。で、午後6時53分30秒横田基地同基地の司令官から着陸誘導の表明があったと。でところがもう123便は操縦不能に陥っておりまして、18時56分30秒には墜落してるんですね。で、さすがアメリカだなと思ったのは、まもなく19時15分ジャスト、午後7時15分ジャストにですね、墜落から20分後、横田基地所属の C-130 輸送機が墜落地点上空を飛行して現場を確認しております。当時のことをね、私は自衛隊辞めて2年経過してたから昨日のように覚えてます。日本政府は墜落したことを認めようとせずにですね、その連絡がつかなくなったということを盛んに臨時ニュースで言っていてですね、でこの C-130 からの報告をで、どうも御巣鷹山方面で火災を発見したらしいって言ってですね、まだ断定しなかった。で米軍はですね、やっぱり実戦で鍛えているだけあってですね、即この横田基地所属の C-130 輸送機関の報告に基づいて、空自中航空自衛隊中央救難調整所へまず通報、で米軍救難隊ヘリ部隊ですけどね、まもなく現場上空に到達して総理官邸に対してですね、救助の許可を求めてきたんですね。こっちからがね、我が国は非常に恥を世界にさらしたんですね。この総理官邸はね、日本政府のメンツが潰れるということで断ったんですよ。で生存者の証言でもですね、墜落直後にヘリのエンジン音を聞いたが間もなく消えたと証言している、でところが航空自衛隊はこの状況を見て、午後7時21分に F4EJ2 機、当時の主力機は F4EJ ファントムだったもんですから、現場上空に到達と100力士から発進しています、19時1分に独断で緊急発進してるんですね、で21分には現場上空に来てるわけですね。19時54分空自官邸東京事務所からの災害派遣要請が一向に来ないために独断で100力地の航空救難隊を発進させています、ここまではいいんですね、次カメラさんもっと次も20時30分ジャスト航空自衛隊からの再三の要請督促を受けた東京空港事務所長からやっと空自衛災害派遣要請がの依頼が来たと、墜落から1時間3分30秒経過してました、で陸上自衛隊もですね、これはとんでもない情勢が発生しているということで、19時30分頃から群馬長野の両部隊が出動体制を整えて、東京空港事務所長に派遣要請の依頼をしているんですよ。ところがこの東京事務所長はですね、航空自衛隊にはやっと1時間3分30秒くらいで要請したものもしたものをですね、陸上自衛隊の要請を忘れていたんですね。それでやっと午後9時30分21時30分に陸上自衛隊にも通報がいったんですよ、この時間の遅れとですね、初動の鈍さがですね、大変な犠牲者を出すんですね、次いきますね。20時42分現場上空待機中の航空自衛隊航空救難隊から夜間山岳救難活動に自信がないと、また夜間照明装置が不足しているとですね、いうことで救助活動を断念しています、
で皆様これはね、うん、決して忘れてはいけないことなんですけど、当時総理官邸内では、官邸内の様子はどうだったか。官邸内ではね、官邸内では救援活動の指揮権をめぐって警察庁と防衛庁が対立、うん、これ日本の縦割り行政の一番悪い点で、醜い点ですね、うん、航空機の捜索救難に関する協定では主に警察庁と運輸省などが中心になっていてですね、うんうん、航空機遭難救難主体は警察が担うことになっていたんです。違う、警察の力ではこんな山岳救難、しかも夜間の救助は無理ですよね先生、うんうんうん、でさらに悲劇はですね、うん、墜落直後の時点では客室後部付近にはかなりの数の乗客が生存しており、うん、翌朝に捜索隊が到着するまでに次々息を引き取っていったっていうんですね、うんうんうん、これ国家のもう本当に大失点だったと私は思います。で翌8月13日、うん、8時30分、うん、陸上自衛隊第一空挺団によって救難活動開始と、墜落から14時間経過してました、うん、亀井さんもうちょっと下げてもらえます。で結果どうなったか、524名中ですね、520名死亡、4名のみ救助、うん、こんな状況ですよ皆さん、うん、これはですね、これはその当時の救助の時の写真ですね。まあ、このご遺体がたくさん重なるようにですね、あの犠牲者の方々のご遺体がこんなに重なるようにあるのをね、もう大変、当時はもう真夏で腐食も早いし悪臭漂う中でね、自衛隊、警察、消防団がですね、よくぞまあ頑張ってくれたと思うんですけど、ただし初動の捜査が遅れたためにね、助かる人も助からなかった。で先ほども申したみたいに国家の危機管理の体制が全くなってなかったんですね、うんうんうん、こんな感じでもう折り重なるようにですね、お盆で帰省する、ふるさとに多分帰省する方々だったと思うんですけど、この夢が全部断たれていったわけです。いや本当にむごったらしいね。当時あのこれに坂本九さんも乗ってたんですね、うん、ああなるほど、はい、で政府はなかなか墜落と認めずに、米軍から墜落してるよと来てもね、うん、それも隠して行方不明、連絡不通、米軍 C-130 輸送機が何か火災物を見たとか、なんかねなかなか決断しなかった、あの、国民にも知らせなかったんですね。これはあの災害のあれでは、これはあの官邸としても大変ですね。これはそうですね、やっぱりね憲法9条に甘えて、日米同盟に甘えて、そして日本の国の憲法自体がですね、有事はありえないという想定でできている。諸外国の憲法というのは有事発生した時にどうするかということで決まっている。この大きな違いですね、はいはいはい、そういうのがないんです ね今の憲法に。だから私はね、本当はですよ、ちょっと表現悪いかもしれないけど、緊急事態法を早く成立させてですね、いざという時には戒厳令施行、全権限をあのそのタスクフォースに一任してですね、処置しないと。いやそうですね、軍事学も勉強してない東大での頭でっかちの連中がねいざ想定外のことが発生した時には対応っていうのはもう今までの歴史でもお分かりでしょ、小学校から塾に通って家庭教師つけて東大取って上級職取ってね、順風満帆できた人間たちの目の前に突発事故が発生した時はもうパニックですよ、それは私は言いたいですね、うん、次いきます、これは緑丸遭難事故ですね、次いきますね、これは1963年昭和38年8月17日、発生した遭難事故なんですね。沖縄戦後の沖縄の歴史で戦後最大の悲劇と言われたものですね、もう本当に大きな事故でしたね、はい、当時船客、これ緑丸のサイズが302トンですね、302トン、船客256名、船長西梶幸四郎さんですね、当時38歳、で当時沖縄はアメリカ統治下に、米国統治下にありました、だから助かったんですよ。これ日本の施政下にあってた時はですね、この時代なんか自衛隊なんか装備も非常に貧弱だったから、今から私が申し上げる救助活動なんかできるはずがなかった、でこれも同じく夏休みのために遭難者の大半が児童生徒親子、
兄弟姉妹など家族連れが多かった。また遭難海面は潮流が速く、サメも頻繁に出没したんですね。発見された遺体のいくつかはね、食いちぎられてたんです。で、ちょっと本論に行きますね。で、緑丸の沈没位置は、行きます。これ那覇港ですね。いつも私こう着陸するときに見ておるんですけど、ここですね、ここにチービシというところは、チービシという無人島があるんですよ。そのチービシの南方2キロ付近でこの緑丸が横波を受けて転覆沈没していくんですね。これ明らかに化石災だったんです。セーブル号と同じでですね、でここは潮流が速くて3ノットぐらいあるんですね、毎時。で結局捜索の米軍はですね、捜索範囲をね、この沖縄本島の中部恩納村付近まで拡大してたんですよ。南北にですね。でこの救助の模様を申し上げます。これご覧になってください、皆様。まず11時5分、那覇港出港。12時10分ごろ、那覇西方6キロ付近、無人島チービシ南方2キロメートルで、12時10分ごろですね、那覇西方6キロ付近、無人島チービシ南方2キロ付近で大波を受けて転覆沈没。化石災原因は、沈没直後、船長及び乗員計2人が付近航行中の砂利運搬船京福丸に救助され、那覇泊港へ向かう。緑丸は SOS 発信機を持たず、京福丸は無線機を搭載していなかったと。午後4時10分ですね、緑丸船長、同船所有会社須鍋海運に駆け込んで緊急事態を連絡と。もうすでにこの時点で沈没後約4時間経過してました。午後5時10分、17時10分ですね、琉球政府、今の沖縄県庁、米国民政府、高等弁務官キャラウェイ陸軍中将に対して救援要請をしたんですね。中将はですね、米軍防空統制本部へ指示をして、航空管制は全部米軍防空統制本部がやってましたから、当時。全力救助の指示を出したわけですね、キャラウェイ中将が。ここなんですよ、尾長知事なんかですね、キャラウェイさんの悪口ばっかり言うけどね、こんないいこともしてくれてね、キャラウェイ中将が辞任するときには、那覇市議会はですね、名誉市民憲章を贈呈してるんですよ。だからね、悪いけど、最高の皆様はね、この切磋がないですよ、悪いけど。で、それで全力救助の指示、同本部は那覇航空基地は、アメリカ海軍航空隊が指揮権を持っていましたから、今の航空自衛隊の基地があるところですね、那覇航空基地にですね、統合救助本部を設置、現場指揮官、米海軍第33救助中隊、RP アッシュ大佐、任命されたんですね。さっき JAL123 便の時はですね、陸と空も実はバラバラだったんですよ。だから最初は航空自衛隊の救難機が夜間飛んでいったけど、翌日は第一空挺団がいたでしょ、これも統合運用する面においてはちょっと不足があったんですよ。ところが米軍はですね、統合運用していくわけですね。カメラさん、お願いします。下に下げてください。で、午後5時20分ですね、警察警備艇、米軍タグボート、民間船5隻、漁船と合計11隻が現場に向けて出航ですね。出航。次行きます。午後5時45分、RP アッシュ大佐、HU16 飛行艇に搭乗、沈没地点へ到着、現状確認、統合式開始。これからがね、すごい迫力なんですよ。アメリカ陸軍航空隊、大型陸軍ヘリ、ジョニー現場到着、ほぼ同時にヘリ合計8機。海兵隊2機、空軍3機、海軍1、陸軍2、飛行艇2機が現場に集結。米軍はさらにその航空機にですね、域内軍医26名を搭乗させたんです、軍医を。で、土曜日、たまたまこの日は土曜日だったためにですね、この時間帯、夕方はですね、非常に
アメリカの将兵たちはオフタイムでですね、はいはい、那覇基地では水着姿、那覇基地はオフタイムで緊急講習のために救助隊の服装はまちまちだったと、うん、当時の琉球新報に記載されています。うん、水着姿もいればアロハシャツの将校もいるし、裸の兵隊もいたと、うん、いかに緊急対応であったかとことが見て取れたということですね。なるほど、なるほど。で18時55分午後6時55分ですね、うん、米軍ヘリは現場を中心に東西南北20キロ四方、間隔70メートル、高度100メートルでですね、うん、ローラー捜索を開始したんです。へ、で18時ジャスト、午後6時ジャストですね、うん、以降日没に伴い視界が低下するのでですね、うん、どうしたか、米軍は照明弾に落下傘をつけて付近海面に投下、投下弾数200発以上、うん、700メートルの間隔で長さ8キロにわたって投下し続けていたんですよ。でヘリはこの200発の照明弾を確保するためにですね、うん、現場から8回も那覇基地に往復していたんです。で次これですね、これにしてこれは午後9時ぐらいの写真なんですね。うん、現場海域は真昼のごとくように明るく照らして、照明弾に照らしてですね、このまあ低空でレスキュー作業するわけですけど、ここにこういう感じでですね、遭難している方々もですね、あの上空が明るいもんだから精神的にも安心するわけですね。そこをタグボートとか漁船たちがどんどん救助していくわけです。また波は静かじゃないですね、やっぱり少し荒い。こっちこの時はね、あのうねりが3メーターあったんです。あ、多分台風が接近して熱帯低気圧が発生していたと思います。うん、あ、なるほど。潮流は北に向かって3ノットありますから、かなり海面は荒れていたんですね。うん、また元に戻りますね。救難ヘリは遭難者を宙づりに救助船や近隣の島へ運び、重症者はですね、レスキュー隊員と書いてるけど、これ正確にはですね、うん、あの救難隊員の中でもフログマンというか、あのちょっとお待ちください、ダイバーがね、潜って救助作業にもかかってます。うんうん、で直接救助、本島の那覇病院、これは琉球政府立那覇病院、アメリカ軍の那覇基地病院へ搬送されたと。はいはい、で午後24時、深夜0時ですね、うん、航空機での捜索は一時中止。これはね、空中衝突の危険があったわけですよ。深夜でだんだんパイロットが疲れてくるのと、はい、あの暗いもんですから空中衝突の危険が生じたために一旦中止と。はいはい、翌18日朝6時あの救難活動再開ですね。うん、航空機による救難活動再開、ヘリ10機、高度100メーター、一列応対で東シナ海から本島の恩納村沖まで捜索、うん、遭難者2名を救助しております。うん、でその結果どうなったか、256名中ですね、145名救助、うん、発見死体数84、行方不明27、それで19日にはね、米軍のダイバーたちが今度潜ってですね、船内捜索までしています。この初動の、うん、この救難活動における初動のこの違い、そうですね、日本とアメリカの違い、で夜間における救助活動のこのスケールの大きさ、これは本当にあの、考えさせられますね。私はね、うん、あのこの私の本にも書いたんですけど、産経新聞までアメリカ統治は大変だったねと、うん、食材意識でやってるんですけどね、何を言うかと、うん、じゃああなた方ね、悪いけどアメリカ統治の時のレベルまで、うん、沖縄を統治できましたかと、うん、こういう救難における救助活動のスケールからしてみても国力の違いが分かるじゃないですか。うん、これはこの救助されてね、安堵してる写真ですね。うん、バックにはあの米軍ヘリが写ってますでしょ。そういう状況でですね、うん、あの国民の皆様もね、沖縄県民は決して不幸じゃないと、うん、アメリカ統治27年間においてはですね、うん、お世話にもなりましたと、うん、それを私は言いたいですね。本当ですね。で
そういう歴史をやっぱり忘れちゃいけませんね。忘れてはいけないしですね、はい、本当はね、私はある青年会で先日講演したんですけどね、あの米兵にレイプされたとかなんとかかんとかいう青年がいたからね、うん、この話しましたですよ、うん、しかもまたその治外法権で米兵が事件事故を起こしても本国に返されるんでしょうって言うから、はい、軍法の話をしたんですね、うん、あんた方が守ろうとする憲法9条のとばっちりマイナス点が一番書かれているのは沖縄なんだよという話をしたらね、びっくりしていましたね自分は生まれて初めてこの話を聞きましたとそうでしょうね。だからね、うん、はっきり言わせてもらうと、バカな大学教授なんかが、ね、沖縄に多すぎるんですよ。それとか新聞記者とかね、うん、でそういうのに県民が愚弄されているけど、こういった話をすると、うん、僕のおばあちゃんも実はあの緑丸乗っていって助かったんですよとかですね、結構こうリマインドしてくれるんですね、うん、だから私がやってるこの沖縄尖閣を守る実行委員会みたいにですね、まあ、絶えずあちこちで講演して、こういうねアメリカがやった歴史と日本のこう統治の歴史を比較してですね、うん、やっていった方がいいんじゃないかとつくづく思いましたですね、うんうん、でアメリカ用になった時はお年寄りはものすごく喜んだじゃないですか。あ、そうですよ。私の祖母もね、明治生まれの祖母もね、はい、言ってましたよ。アメリカいう、これ戦前のね貧乏な時代に比べたらもう突き突っぽいですね。あの貧乏であの生きてきた人たちね、はいはい、そのお年寄りはものすごく喜んだですよ、はい、アメリカいうは、はいはい、で次いきますね。宮古島で先週は私このチャンネル桜に出演予定だったんですけど、大至急来てくれということで、下島空港のあるとこ施設に行って、そこでですね、うん、それとかあるいは宮古本島で講演とか、うん、まあ、いろんな意見交換会をしてまいりました、ええ、非常に勉強になりました、ええ、で我々沖縄本島に住んでる人間、うん、あるいは日本本土に住んでる方々はね、うん、もう中国の脅威が目の前に迫ってる宮古群島をぜひ忘れないでほしいと、そういう感じをしましたですね、はい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 、向こうは7割が自衛隊誘致賛成なんですよ、はい、でちょっとよそから来たよそ者の、 あの在日とかですね、ね、変な連中が引っ掛け回してるだけなんですね、まあ、そういったのをつくづく感じたしですね、うんうん、下島、伊良部島、伊良部島からは尖閣にも漁に出てますから、うん、まあその方々の話聞くともう涙出ましたですよ。安全操業を確保してくれと、うん、日本政府よ、あるいはその台風気象状況、気象予報をですね、尖閣の気象予報をどうしてやらないのと、うん、中国はやってるんですよと、うん、これをめぐみあんたは沖縄本土に行った、東京行ったらね、うん、ぜひ全国の皆様にあの呼びかけてくれという話をしていましたですね、うん、はい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 、で宮古島について若干説明いたしますと、多分このテレビを見ておられる方々で宮古島って言ったらあの宮古市、あの東北のですね、それと間違える人もいらっしゃるから、この宮古島について若干説明申し上げて、それからこの危機がどういう状況があるかということをお話したいと思います。こっちが宮古島ですね、でここが宮古海峡といいまして、国際海峡になっているものですから、中国の原子力潜水艦も無害航行しなくていいわけです。要するに潜ったまま通行していいわけですね、うん、あは、だからこれは非常に戦略的に重要なところなんですね。なるほどなるほど。それでやっぱりあのそこを中国の潜水艦がずっとあの通るわけですね。そうです。 ある漁師の方に言わせるとですね、うん、目の前を中国の大艦隊が通過していくからね、うん、怖いんですってはっきり言ってました。もう異様な光景だと、はいはいはい、でこの先ほど話しました宮古島のからさらにレンジを拡大しますとですね、うんうんうん、現在宮古島本島、ここをまた伊良部架橋が3500メーターの伊良部架橋がつながっていてですね、伊良部島、下地島とあります、うんうん、下地島が戦略的に今後重大な位置を占めてくるんですよ、はい、ここにある3000メーター、はい、うん、横幅60メーター長さ3000メーターの滑走路、これ下地島にあるわけですよね。下地島にあるんです、はい、でこっちには宮古空港があるんですね。これは帝国海軍が作って戦後また民間飛行場に転用されたものなんですけど、はいはい、これは長さ2000メーターで幅45メーター、だからこの宮古島
宮古空港のね、うん、2倍の大きさなんですよ。下島空港はですね、有給化してると。でこれはですね、第三種空港になってるから管理権は沖縄県にあるんです。で私にはそうね、猫に小判なんですよ、猫に小判。これはね、重要なことをね、悪いけど知事も知事側近も、それで知事を取り巻いてる共産党のブルジョワ共産党の連中もね、全く理解できないと思います、うん、まあブルジョワ共産党連中は中国とつながってるから、うん、早く中国に譲ろうっていうことですよね。となんですね、危ないね。で今ですね、防衛省および外務省が非常に心配しているのは、この来年からFSO という会社ですね、うん、操縦士養成学校、養成施設組織と言われているんですけどね、航空パイロット養成訓練をする FSO、 沖縄県の中部にありますけど、国際ここの FSO とがこの下島空港を使って、中国の民間航空会社から要員を80名ぐらい連れてきて離着陸訓練をしていくんですね、来年から。ここで下島空港で、ここでですね。であとは三菱地所がここにリゾート開発という名目で、まあ、大規模開発していくんですけど、この FSO について説明しますと、来年2月に海南航空学校、中国海南航空学校の訓練生35名をまず受け入れて、トータルで年間に70名以上を受け入れる予定だと。訓練プログラムはフライトシミュレーターので実機での実習を組み合わせ、42週間のうちに12週間を沖縄で訓練するということですね。で、まあ、あとは三菱地所さんがここの、リゾート開発するわけなんですけどね、先生これね、もう僕はもう現場行って、あるいは現地の方々からいろいろ話を聞いててですね、とにかくびっくりしたのはですね、これ下島空港だけにも心配懸念材料が高まってるんですけどね、これ宮古島本島ね、これ6月ある怪物の不動産会社が暗躍していてですね、不動産会社が、でこっちはね、例えば地元の方々が坪7万でですよ、住宅用地をこう売却しようとするでしょ、それをどこで聞いたのかね、坪14万で売ってくれということで2倍ぐらい提示してきてね、1億円ぐらいバッと目の前に置くらしいですよ、現金を、どっから持ってくるのか、でこの会社はね、この不動産会社は先月からね、中国語でのコマーシャル始めてるんですよ。まあ、そんな状況でですね、油断していたら気づいたら手遅れだったということが多々発生すると思います。これは日本政府は分かってるんですか、こういう状況を。もう僕はね、分かってないと思いますよ。加計学園問題とかため池問題とかね、またつまらない問題を元防衛大臣の稲田さんが滑った頃に出してですね、悪いけども日本大丈夫って言いたいですね、いやこれはね、非常に恐ろしい問題でね、はい、こういうごたごたしてるときに中国はもうほくほく笑ってるはずですよ。もう完全に馬鹿にされてると思います。こういうときにこそね、我々はやるべきだというね、あれをやってると思いますよ。でこの中国がいかにこの宮古海峡および宮古群島に興味を持ってるかと申し上げたいと思いますね、これがここの赤い点が宮古海峡、これは北京から見た西太平洋の地図ですね、これこのチンタオに、これは地図を逆さにしたんでしょ。そうですね、まあ、そう解釈して逆さから見たわけでしょ、チンタオにね、原子力潜水艦の基地がありまして、チンタオにですね、ここから宮古海峡を通って太平洋に出ていって、アメリカを威嚇するんですね、する予定なんですね、で今までに2回大きなアクシデントがあったんですけど、皆さんご存知でしょうか、これはね、皆さんにこのリマインドしてもらうためにあえて申し上げますけど、昨年12月25日午前10時、空母遼寧、ミサイル駆逐艦3隻、フリゲート艦2隻、計6隻ですね、計6隻を伴って、中国艦隊が
ここ宮古海峡を通って南下して台湾を南下してですね、うん、台湾を一周してへタイに帰ったんですね、うん、でこの時に空母とともに空母の随伴艦として護衛として随伴していたフリゲート艦からですね、うん、哨戒ヘリコプターが発進して宮古島に接近したんですよ、はいはいはい、宮古島上空の領空まで約10キロの地点まで接近したんですね、うん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 、で那覇基地の航空自衛隊 F-15 がスクランブルしてこれを開始させたんですよ、うんうん、これが1回ですね、で戦略的に分析しますとこの遼寧はね南下して台湾を一周したからよかったけどこれが北東方向に行ってればですね今度は南北大東島と沖縄本島の分断真ん中に入ってきた可能性があるんですね、あの地図をね、うん、今この中国側からこう見たときにはっきりしますね、はい、そうなんですよ普通私たちもあの私たちが頭で考えているのはちょっと全く違うですね、うん、そうなんですよ、うん、感覚が全然違いますね、でこの2004年平成16年今から13年前のですね、うん、10月15日、うん、阪急原子力潜水艦が領海侵犯して、うん、その時戦後第2回目の防衛出動を加齢したのを先生覚えておられますか、これ稲嶺慶一知事の頃ですね、あの北朝鮮侵犯の稲嶺慶一さんの頃ですね、そうで習近平ともお友達ですよ稲嶺慶一さんはね、うん、もう5回か6回ぐらい現職で時にあの北京に行っておられましたですからね北京とか福建省に、うんうんうん、で、まあ、で本題に行きますとね10月15日にこの阪急原子力潜水艦はですね、うん、青島を出てこの台湾海峡あの宮古海峡を通ってですね、うんうんグアムの方面に行ってグアムの沖合150キロを一周して帰ってきた、これが11月10日の午前5時に帰ってきたんですね、午前5時に帰ってきてですね、うん、どこを通ったかというと石垣島とこの多良間島の中間の日本領海をですね、うん、潜ったまま航行したんですよ、でこれはすぐ探知されたんですね、うん、米軍及び海上自衛隊に探知されて追尾されてですね、うん、ずっと東シナ領海出るまでずっと追尾されていったんですよ、うん、でそこういったのを見てるとですね、うん、これはこの宮古海峡っていうのがこれから相当な大きな戦略的位置を占めてくる非常に大事なところになってますね、大事なところなんですよ、だからね陸上自衛隊のみならず私としては、うん、航空自衛隊の飛行隊をですね、下島空港に展開させるべきですね、そうですね、で尖閣までは那覇基地からは F-15 戦闘機で、うん、F-15 戦闘機でこの尖閣まではですね片道30分かかるんですよ、でところが下島に飛行部隊を展開させるとですね、うんうんうん、約半分の15分で行けるんですここまで、はいはい、これはやっぱり考えないといけませんね、ただね頭のおかしい人たちが世の中にいっぱいいて、うん、これはねやらね、うん、佐藤栄作覚書っていうのがあって平和利用しかできないと、うん、もうこんなこと聞くとね習近平さんなんか腹抱えて笑うと思うんですよ、頭悪いな、うん、日本人は、ね、沖縄人はって習近平腹抱えて笑ってますよ、はいはい、はい、で懸念材料がまた2つありますのはね、うん、今こっちここに多良間島っていうのがありますでしょ、はい多良間島、はい、これも多良間島もこれは宮古群島宮古島市に属するんですね、はい、多良間島の北方約4キロのところにですねみんな島っていう、はい、もうこれ地図にも出てこないぐらい小さな島があるんですみんな島、人口3名です、人口3名というのはこれ家族ですね、牧場してます、で陸上自衛隊の方々に聞くと後輩に聞くとね時々ここ巡視に行ってますと、多良間島の北方にですね、はい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 、多良間島にね、うん、で多良間島の北方のみんな島にですねみんな島、はい、多良間の南にちっちゃな島がありますよ、逆にここを奪われてねここに中国人でも住もうなら大変だと思うけど、しかし先生ね僕はあんまり皆さんも決して忘れていけないのは、
尾長知事は新しい 特構想としてですね、沖縄県に属する離島に農業目的であれば外人の永住権を許可すべきだと、言ってるわけ。言っています。政府に沖縄あの政府に陳情しています。へいいですか。いよいよ農業目的であればね、外国人の沖縄離島にあの遺跡っていうか永住をね認めてあげるべき、だと言ってるんですね。これ聞いてるとね、これどこの国の人間なのって。いやいや、これ恐ろしいことですね、日本これね、ここではなんかその長い話になると言いませんけれども、これはねやっぱり尾長さんちょっと頭をね、ちょっともう少しは変えないといけませんね。そうですね、それもありますし、今度はこの那覇空港の過密状態の件もですね、今後非常に懸念材料になるのは、今のところですね、この那覇基地から発進している迎撃戦闘機部隊はね、昼間でかつ東シナ海だけなんですよ。だから進行方向は大体一定してるんですね、この付近で領空侵犯してくるやつを追っ払ってるんですけどね、中国空軍の学習能力は極めて高くて技量がどんどんアップしてきてるんです、今後懸念されるのは航空母艦が2隻体制になりますから、遼寧の他にもう1隻作ってるんですね、大連でですね、これがね太平洋に出てくる恐れがある。こっちに、大東島と大東島と沖縄本島の間で訓練始めたらね、これ航空自衛隊は又先状態になるんですね。悪いけど又先状態に。しかもこれがまたね、航空操縦技術が飛躍的に進歩していますから、中国空軍はね、これから深夜における領空侵犯も発生してきますよ先生。今は昼間だけですから、営業時間は昼だけでいいんです。夜はね家帰って寝れるんだけど、これからは、いいですか、東シナ海のみならず太平洋、そして深夜って迫ってきたらね、これ那覇基地パンクします。悪いけど、今那覇空港はもうパンク状態じゃないですか。パンク状態ですからね、この前もね、部品が落ちたでしょ、わずか40分、この間もね部品と空港はですね動かなかったでしょ。空港はその時の麻痺した時間がですね、15号そうです、47分間滑走路が閉鎖されたんですね、一般の人はねたかが47分間じゃないかと思うでしょ、実質的には旅客機計8便が欠航して、少なくとも102便が機材繰りなどで運航遅延と、乗客計1万2700名に影響が出てるわけです、わずか47分間で、そういういろんな事故が起きますよね、民間も及ぶね、でそういうことで、しかもさっき今めぐみさんお話ししたように、中国がそういうふうにしてやってくると、また中国がこの間もどっかに、基地をまた作ってるじゃないですか。あ、そうです これねこうなってくるとね、自衛隊のねこの活動範囲っていうのはもう今のようなねことでは済まなくなるっていうのよくわかりますね。そうでしょう、はい、でね、私は歴史が好きで、歴史をいろんな若者たちにはね歴史をしっかり勉強するようにと、それを教訓にして未来にこう応用しないと同じ失敗を何回も繰り返しますよということをいろんな講演会場で言ってるんですけどね、皆さん、その先生あることなんですか、ガダルカナル空中戦というのが、ガダルカナル防空戦というのがあってですね、ラバル海軍航空隊というのが昔あったでしょ、一時は世界最強を誇りました。ゼロ戦隊が展開していてね、優秀なエースパイロットたちがそこに集結していて、でガダル それから1000キロ南方にガダルカナルというのがあったんですね、その上空でガダルカナル争奪戦というのが展開されたんですよ。1000キロ離れてるもんだから、ラバールからガダルカナルまで、片道5時間ぐらい飛行していってね、ガダルカナル上空で15分間空中戦して帰ってくるわけですよ、
パイロットの疲労が溜まってくるわけでしょ、はいはいはい、いかに優秀なパイロットでもね、相手は数で来るから技量は下手でも、米空軍はね、技量は下手なくせに数で来たもんだからね、うん、ここは少数精鋭で戦うけどね、この往復の、うん、往復でですね、結構エネルギー使うもんだから、はい、あと結局スタミナで負けていったんですね、うんうん、また同じことを繰り返しますよ、うん、だから中国の連中もこれこの映像を見てると思うんですけど、私はまともなことを言ってると自信があるんですけどね、はい、うん、やっぱり下島空港に自衛隊航空戦闘機部隊を展開させてね、15分で尖閣上空に行かして、うん、来るなら生きて帰さんぞぐらいの意気込み見せないとね、いや、そこ、こういうものを、はい、ただね、遊ばせてね、はい、無駄にしておくということは、はい、全く、これ宝の持ち腐れかな、そうですね、そういうことになってますから、ぜひ新しい防衛長官にこれは陳情しないといけませんね。そうですね、うん、分かりました、みんなで頑張ってやりましょう、で、あとはですね、あと5分ありますから、宮古島の方々と話していてですね、沖縄本島ののんびりした本島人とはちょっとやっぱり感覚が違うなと思ったんですね、で、僕はね、尾長知事が何かにつけて差別だ差別だって言うけどね、うん、お前もだって人差別じゃないかって私は言いたいんですね、はい、宮古の方々はね、うん、長い間沖縄本島の人間に差別されてきたんですよそうですよね、だからね、はい、解明した人が多い、うん、解明した人がですね、皆さん横須賀市長に上地勝明さんっていう宮古出身の方が今度横須賀市長に当選しましたですよね、63歳で、うん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 、この上地さんも言っておられますよ、うん、これ沖縄では上地って読むんですよ、はい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 、どうして上地に改名したのっていうことをね調べたらね、いや沖縄本当で上地って言ったら、ああ宮古ん中かってバカにされるから結婚もできなくなるからって言ってね、なるほど、上地に名前を変えたんですよということですね。この上地ね、で本当ですね、沖縄の人のこの名字をね変えてる人って多いですからね。そうそう、多いですよ、多いですよ、はい、でそのある宮古の知識人に言わすとね、首里城の壁、朱色の壁に塗られた朱色は、はい、離島住民の血の色だと。あ、お前らの先祖はね、うん、離島から本島農民の3倍以上の税金を人頭税を取ってね、うん、農道と暮らして離島の人間をよくぞいじめたなと、うん、明治36年になって初めて人頭税が廃止されましたですもんね、はい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 、明治政府によって、あるいは明治天皇によってですね、はいはいはい、直令で廃止されたんですよ、はいはい、でその時に沖縄の琉球新報とかね、うん、沖縄の知識人はみんな人頭税の存続を主張したんですね、はい、で今頃になって左翼文化人がね、あれは薩摩がやったって言ってるけどね、ふざけるなって、薩摩は人頭税を早く廃止するということで、奈良原知事、薩摩出身の奈良原知事がですね、人頭税廃止に相当苦労したんですよね、訴えてですね、でそういったのを見てるとですね、私は最近感じてきたけど、さっきの緑丸事件もそうですけどね、はい、左翼の連中は重箱の炭をつつくようにして、この事件事故だけこうピックアップしてきてですね、こんなひどかったって言ってるでしょ、自分たちの都合のいいよところをつまみ食いしてるんですね。そうです、だからこういったものをね、日本および日米の比較とかでやっていきますよね、はいはい、悪いけどレベルの低い連中だなと、うんうんうん、で1950年代60年代の琉球新報沖縄タイムズ見たらですね、うんうんうん、沖縄県民だって結構悪いことしてるじゃないですか、米兵に対して暴行してレイプしたり、沖縄人がですよ、うんうんうん、米兵の婦人を暴行したりね、うん、強盗に入ったりで結構やってますよだけど沖縄人だけは正義の味方で神様でね、離島のに米兵は犯罪者で自分たちはいじめられていたんですよ、うん、差別受けてたんですよって、うんうん、こんな芝居よくできるなと思いましたですね、先生、宮古で講演していて、でね、宮古はその脅威がもう目の前に迫ってますから、はい、さっきも言いましたけども、はい、70% 以上が自衛隊誘致なんです。あ、はい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 、だから今後ですね、我々はこの離島地域での活動も活発にしていってですね、うんうん、なんとか沖縄覚醒したいですね、うん、と思ってます。いやいや、これはもうぜひね、はい、あれです。で皆さん、これ、最後になりますけど、8月15日に
8月16日に産経新聞に大きくコマーシャルが出てですね、アマゾンでは8月10日ぐらいから、店頭になります。店頭になりますというか、入手できるようになります。沖縄を本当に愛してくれるなら県民に餌を与えないでくださいですね。で、以前もお話しましたけど、前書きだけちょっとだけ読ませてくださいね。指示にわたって恐縮であるが、本書を昭和校時代の恩師高山田長良先生の霊前に捧げたいと、先生は第6代沖縄小座市立諸見小学校校長として私たちを指導された。1961年当時の沖縄は米国統治下で、いまだ沖縄戦の残滓が残る中、校長は毎朝の登校時、米軍をはばかることなくラウンドスピーカーで軍艦行進曲、君が代行進曲を放送されて、勇敢だった日本人の心を失うなと教授されていました。なぜ私これ8月15日に出すか、お分かりでしょ、8月15日は終戦記念日、終戦記念日、その前は原爆記念日でね、日本国民が1年のうちに一番暗くなる日です。もうこれから脱しないとね、トラの中国は愛国教育って言ってね、軍事教練小学生がやってるんですよ、こっちは平和教育って言って選抜ローってるんですよ先生、そのうち食われますよこの平和教育問題ですね、で私はね、先日青年会で講演して、君らはね幕末に生きてるのと一緒だと、徳川時代300年間我が国は軍隊を持たずに平和を維持してきたでしょ、鎖国で、そこにちょっかい出してきたのは中国であり欧米じゃないですか、軍艦を派遣してきてね、それで馬鹿にしてきたから、この野郎と思って立ち上がって、東郷平八郎元帥が1905年の5月27日にこの日本海で全部叩きし、日本海の回転沈めたわけでしょ、こういった輝かしい歴史は忘れてね、敗戦と広島長崎の原爆でピーピーする時代はもう皆さん終わりにすべきじゃないかと思います、そしてメディアがね、この戦争被害者をあちこちが探してきて大変だったねって言ってるでしょそうそう、戦争を始めたのはメディアじゃないですか先生、はい、本当この琉球新報も一番先にあります、波の上じゃなかった大野山球場に県民を集めて県民総決起大会ってね、戦争をけしかけたのは琉球新報であり朝日新聞でありですね、毎日新聞ですよ、本当にてめえで沖戦争を起こさせておいてですよ、戦争負けたら今度また軍が悪かったで被害者を集めてきて大変だったね、こんな茶番劇はもうよしてくれないかなと私は思いました。本当に、以上でですね、私は宮古でも感じましたけど、今日本国民は目覚めないとね、これ悪いけど中国に壊れますよ、それだけ言いたいです、以上です、どうもありがとうございました。ありがとうございました。